スターリングエンジンを搭載した潜水艦の建造はそろそろ終わりになるみたいだね。そんな中、日本の最新鋭潜水艦白鯨の進水式は無事に迎えることができたぜ。ここでオーストラリアが原潜導入計画を発表したが、それに刺激を受けたのか、いよいよ日本も原潜を導入するのかという噂が流れ始めているようだな。太平洋潜水艦もいよいよ収益する予定だし、日本は通常動力型潜水艦でトップの性能を誇り、戦略的にも潜水艦では世界屈指と定評があるんだ。太平洋の潜航深度はもちろん非公開だが、各国を遥かにしのぐ深さまで潜航可能ということは事実だな。さて今回は、海自潜水艦の22隻体制について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年10月14日午後、海上自衛隊としては太平洋型潜水艦の2番艦である艦艇の進水式と命名式を同時に行う予定になっていて、式典の場所は現在建造を担当している川崎重工業者神戸工場と予定されているね。太平洋型1番艦でネームシップである太平洋は、この神戸造船所でちょうど1年前の2020年10月に進水式と命名式が終わっていて、現在は最終偽装中で、2022年3月には引き渡しされると考えられているんだ。太平洋は引き渡し後、海自による海上工事等の上、実戦配備されることになり、2013年平成25年の防衛計画大綱に稼働潜水艦22隻の運用体制の構築と謳われていたけど、この組織目標をまず達成することになるわけだね。この防衛計画大綱だが、世界で6番目に広い領海を持つ日本において、防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたもので、今は22隻体制となっているが、それ以前には16隻体制を構築することによって広い領海をカバーする戦略が決定されていた状態だったぜ。それにしても、世界で6番目というくらい日本の領海は広いわけだが、日常的には全くと言って良いほど感じないよな。平成25年の防衛計画大綱で潜水艦16隻体制から22隻体制へと6隻増加を打ち出した背景を説明すると、やはり中国が原因で、近年海洋進出が著しい中国海軍への備えを強めざるを得ないという政治判断が下ったわけだよ。しかも、この判断はますます強化されている傾向にあることは言うまでもないよね。もちろん、これは中国が艦艇を南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島を含む南西諸島方面へ出没させていることがあり、その数は年々増えていることもわかると思う。中国は今まで以上のスピードで新造艦をこういった海域日本の領海も含むに投入してきているから、この現状を考えれば当然の対応と判断せざるを得ないと思われるな。海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲や加賀を航空母艦に変えるために改修工事を予定していて、その後に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として軽空母のように運用する対策も同時進行中なんだけど、やはり中心戦力となるのは潜水艦だろうね。前述したように2022年3月、最新型太平洋が海自に引き渡されることによって潜水艦22隻体制が確立することになり、内訳は太平洋型1隻、操縦型12隻、親潮型9隻ということだよ。この中で親潮型は1998年平成10年から就役していて、かなり息の長い艦といえ、約70名の乗組員を要する通常動力型潜水艦で、サイズは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルなんだ。この艦の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備えているディーゼルエレクトリック方式で、親潮型は計11隻が建造されたんだけど、そのうちの1番艦と2番艦は練習艦に変更されているため、実戦に配備されるのは9隻ということになるね。操縦型は2009年平成21年から就役していて、乗組員は約65名。サイズは基準排水量が2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深
深さ 10.3 メートル、喫水 8.5 メートルだから、親潮型より少し大きいことになるんだ。総流型は1番艦から10番艦までは非待機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式を採用していて、これはディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターにスターリング機関を備えた機関で、その当時は最新機関と注目されたんだ。しかし、総流型11番艦欧流からは、スターリング機関の搭載を中止しており、代わりにディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた構成となり、非待機依存推進型ではなくなっているぜ。スターリング機関の搭載を止めたことで欧流以後の性能は、カタログデータ上ですが水中の時空間力は8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度は20ノットから18ノットに低くなった形ではあるが、使用する上での水中性能の持続力は逆に増大したと言われているな。というのは、出力の割には重量があるスターリング機関を外したことで、水中運用自由度が増加したことと、限られた潜水艦内にスペースが確保できたというメリットが出てきたからとされているわけだ。欧流は初めてリチウムイオン蓄電池を実用として採用した潜水艦になっていて、リチウムイオン製蓄電池の特徴としては、従来の鉛製蓄電池よりも大電流大容量ということだね。しかし、物事には表と裏があるように、デメリットも確かに存在していて、それが小型家電製品などで事故が多発していたように、リチウムイオン電池は発火しやすいという点だよ。リチウムイオン電池を使っているスマホから発火したというニュースがあるしな。この危険性を防いだのが、日本の GS 湯浅社のテクノロジーや艦隊そのものへ対策を施すことで実現したわけだ。ただし経費の面では今までのものより高額になっていて、建造費は総流型10番艦小流が約517億円だったんだが、11番艦欧流は約643億円となり、約 24% ほど高くなってしまったぜ。建造コストの点から見ると、最新鋭対芸型1番艦でネームシップ対芸は約800億円と判断することができ、新型のシュノーケル発電やソナーなど新しいシステムが採用されている分、経費は比例して増えているわけだ。2021年9月以降、オーストラリアがアメリカあるいはイギリスの技術サポートを受けて攻撃型原子力潜水艦を購入する方針転換したことが大きな話題になったんだけど、実はそれらの艦とは日本の潜水艦はそもそもの基本が全く違うんだよね。アメリカ海軍の最新攻撃型原潜は乗組員が130名以上のバージニア級で水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートル、喫水が 9.3 メートルという大型潜水艦なんだ。なんといってもこのバージニア級は、原潜ですから水中の最大速力も30ノットを軽く超えると見られており、オーストラリアはこのスピードとそれによって拡大する行動範囲の広さ、トマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力が欲しかったものと推測できるぜ。今まで原子力の軍事利用をオーストラリアは日本同様に施行してはいなかったが、しかしこのオーストラリアの路線変更が刺激しとなったのか、一部から原潜の保有を検討すべるべきではないかという主張が湧き出してきた空気もあるな。しかし、まず冷静に潜水艦の用途を再検討することから議論を始めるべきではないかと考える声もあるみたい。良いことずくめのようなバージニア級潜水艦だけど、建造にかかる経費は1隻約3000億円とも噂されているし、最新鋭の対芸型が約800億円だから、比較しても約4倍にもなろうとする巨額な金額ってわけ。維持管理などの経費をしっかりと考えた場合、沿海への進出を主目的とはしていない現在の日本に、本当にこういった潜水艦は必要なのか、そして原潜の耐用年数が尽きて退役となった場合、処理はどうするのかという問題も解決しなければならないぜ。原子力の恐ろしさを東日本大震災を経験した日本人は絶対に忘れてはならないからな。こうしたファクターを洗い出した上で、果たして日本は本当に原子力潜水艦を持つべきなのか、その是非について深い議論が必要ってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日
本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカはロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数で60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだが、現在は40機に下方修正しており、2020年10月までに24機をすでに調達しているぜ。今回は韓国が F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達や、空母と B 型の入手も打ち出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明し、確定か否かはまだ判然としないけど、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20程度の調達を目指す方向で動いているみたい。日本の現状がどうかといえば、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ多さとなっているな。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいようにしか見えないよね。ただし B 型は世界的見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せているため、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすればある意味歓迎しているのかもしれないな。しかし軽空母の開発に先立ち、韓国側が要求したとされる設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦に、従来は3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたけど、これは中国に空母保有だと思わせない配慮だと見られていたからね。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗状としてなら中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。周囲を広い領海で囲まれた日本からすれば、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も頷けるよ。ただでさえステルス性能の向上のため、燃料搭載量の限られた F-35 ライトニング2戦闘機は、B 型だけでなく A 型も従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須と思われるからだな。しかるに韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、十分陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えれるぜ。まあ政治的に韓国内で承認されるのならば、日本側が何ら口出しすべきことではないのだろうが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは危惧されるよな。これは余談だけどイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めている稀有な国の一つなんだけど、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつあるみたい。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているのみだが、イタリアはヨーロッパ各国向けの同期の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点 FACO を日本と同様に有しているよ。これを考慮すればイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩もかなり危険性が高いのではないかと感じられ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威に思えるね。さてイタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO の開設を行っており、アジア地区の同期の整備を担当するんだ。搭載するソフトウェアの更新で最新の能力を付与されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが求められるな。ここにおいても韓国は言うまでもなくアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国なわけだが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同期を持ち込むことを拒んでおり、
この点も先々問題化しそうだぜ。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、ざっくりとではあるが A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当するんだけど、これは実は韓国より3割ほど高額らしいね。調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず日本側が高額だというのは理屈に合っていない。もしくはアメリカに異様にされているとの指摘もあろうが、先の FACO 解説を含んだものと解釈されているよ。韓国は現在、自国でインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についても、インドネシアからはしごを外されつつあり、開発費の負担上からも窮地に陥っているらしい。それでも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出しているだけに、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施されたよ。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は、3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなったな。さて今回はトマホーク巡航ミサイルの導入に向けての取り組みについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、エマニュエル氏は九段のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することをポイントとして報道陣にコメントを発しているんだ。政治的には来月の2024年4月10日に日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて同国のバイデン大統領との会談を行う中でも日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆されたな。日本政府としては従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得保有運用を定常化させる姿勢を示しているね。自衛隊側では今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員はもとより航空自衛隊員も含め参加を行ったとされていて、隊を超えた連携も考慮されていることが推察されたよ。今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際に同ミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だね。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われるんだ。在日アメリカ軍が今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだったぜ。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルはその中でも比較的に新しいフライト 2A というバージョンに当たるな。マッキャンベルは満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた COGAG 方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で速力31ノットと公表されているよ。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として被災地支援のために派遣された経緯もあり、
艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろうね。マッキャンベルは今年2024年1月末に在日アメリカ軍がそれまで配備していた、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに、近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だったんだ。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは、地平層にマーク、41モッド、7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有しているぜ。前述したように海上自衛隊が保有運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でもこれらがトマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろうな。これら海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は主任務として北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の要と位置づけられてきたけど、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中でその役割は多様化してきているように思えるよね。海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻も航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが艦載機として F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となるってわけ。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることでイージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺えるんだ。これら10隻体制のイージス艦とは別に2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新造することも確定しており、ミサイル防衛の中心はこちらに移行することも想定されるな。さて話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は同ミサイルを総額およそ2540億円を投じて最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけてその数を受け入れるとされているよ。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用としておよそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得におよそ847億円が計上されている形だね。もともとの計画において日本政府はトマホーク巡航ミサイルについて、400発とされるすべての数を最新のバージョンであるブロック5とし、2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断したぜ。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更されたな。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4をともに各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられるわけだ。トマホーク巡航ミサイルはバージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中だよ。またブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらにこれを艦対地艦対艦攻撃用等兼用可能とした5型、艦対地攻撃用の能力を向上させた5部型という3種類が製造されているな。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな反対派の団体や個人は従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けているぜ。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたんだけど、そこに出演していた反対論者は日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは、
憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかったね。ただしその番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ日本の言論空間も変わってきていることを実感させられたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年2024年2月、オーストラリアが増強を続ける中国の海軍力への対抗策として、自国の海軍戦力の再整備計画を打ち出し、その中には汎用性の高い水上戦闘艦であるフリゲートを最大で11隻調達する内容が含まれていることが伝えられたよ。このニュースがことに日本で大きな反響を呼んだ理由は、その11隻のフリゲートの候補にドイツの MEKOA200、スペインのアルファ3000、韓国のテグ9と誤して日本の最上型の名が挙げられていたという事実からだな。さて今回は海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦最上型の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、日本の最上型護衛艦は海上自衛隊の水上戦闘艦艇として最新型のフリゲートであり、同隊では初となる艦式号 FFM を与えられた艦艇で、多用途で対機雷戦闘までも包括したその艦形から新時代の水上戦闘艦として知られていたよね。この最上型が他国オーストラリア海軍の取得の検討の候補に挙げられたことは日本国内に止まらず、世界的にも前述したような特徴が評価されたものと受け取られており、今後の展開推移の続報にも注目が注がれているんだ。最上型護衛艦は今年2024年3月には6番艦となるアガノが就役を迎える予定で最終的な準備が進められており、すでに7番艦の仁淀と8番艦の湧別も昨年2023年に進水を終え、順次就役を行っていく過程にあるよ。さらに名称は未定ではあるものの、最上型は2023年度までの予算で残り4隻、トータルで12隻の建造が行われることが決定されており、これらも1年に2隻のペースで収益していく計画であることが明かされているな。最上型護衛艦は基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、最大幅で 16.3 メートル、深さで 9.0 メートルの艦体に、ガスタービン機関1機とディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式のエンジンを搭載しているぜ。この CODAG 方式の機関は最大で7万馬力の出力を誇り、これによって最大で30ノットの速力を発揮、ステルス性を重視した艦体、およそ90名という消費とかを突き詰めた搭乗員数を実現しており、新たな護衛艦の在り方を示しているってわけだ。最上型は当初は前述した12隻という隻数ではなく、最大で22隻までの建造が示唆されていた時期もあったが、昨年2023年8月末にその隻数となることが打ち出され、以後はさらに新型の FFM の新造が実施されることとなったよ。この方針転換の理由は現時点では定かではないんだけど、最上型の主兵装はアメリカ製のマーク、41VLS の16セルとされてきたが、新型 FFM ではこの数が倍増の32セルとなると目されており、より戦闘力を高めたものとなることが予想されているね。そもそも最上型はこの主兵装たるマーク、41VLS の16セルも10番艦までは後日装備として建造時には搭載されておらず、建造当初より実装された状態となるのは11番艦と12番艦の2隻のみという、少し心もとない状況ではあったぜ。この点をしてオーストラリアが調達予定のフリゲート11隻に最上型の名が挙げられたとはいえ、戦闘能力に疑義を唱える声が一部から寄せられていたことも事実ではあるが、個人的には単に予算上の問題のように思えるな。したがって最上型護衛艦が現時点で建造済みの艦艇に、主兵装たるマーク、41VLS の16セルが搭載されていないことをもって、その戦闘面での運用に問題があるかのような言説はあまり意味をなさない抽象地味た指摘とも取れるよな。さてオーストラリアの件はさておき日本の新型 FFM の概要であるが、
こちらは基準排水量で4880トン、満載排水量で6200トン、全長 142.0 メートル、最大幅 17.4 メートルの艦隊に、最上型と同様の CODAG 方式のエンジンを搭載する模様だね。この新型 FF が搭載する CODAG 方式の機関の出力などのスペックはまだ伏せられているが、最大速力は最上型と同等の30ノットが確保されると目されており、高速性能と燃費の両立を期としていることは間違いないみたい。新型 FFM は開示されたスペック上で最上型と比較して、基準排水量で980トン、満載排水量で700トン、全長で 9.0 メートル、最大幅で 0.9 メートルほど艦隊が大型化される予定であり、これを考慮すれば機関部も強化されるんじゃないかな。最上型で16セルであった紙幣層のマーク。41VLS は新型 FFM ではこうした艦隊の大型化もあって、前述した通り倍増となる32セルを搭載すると予想されており、対艦対戦対空対地の各分野の攻撃力の向上は間違いないぜ。願わくば最上型で10番艦まで後日装備とされた紙幣層のマーク。41VLS を、今後の新型 FFM では建造と同時に搭載されることを期待するが、防衛予算案の増額が図られらた今であればその点も考慮されるものと思いたいな。最上型護衛艦ではその企画に際して、実際に建造を担う造船企業側からの提案を募る方式が初めて実施されることとなり、当時はこれに三菱重工業社と三井造船社とジャパンマリンユナイテッド社の3社がこれに参加したよ。選考結果は三菱重工業社の企画が採用され2番手は三井造船社であったことから、全12隻を全社が主契約者として10隻、後者は下請け事業者として2隻の建造を担当したが、このうち後者は業界の再編のため三井 E&S 造船社を経て三菱重工マリタイムシステムズ社へと変化したんだ。こうした流れをたどったこともあり、最上型護衛艦は結果として三菱重工業者と三菱重工マリタイムシステムズ社という、両者が共に三菱系の造船企業が建造を担う形となり、是非は別としても集約化されたと言えるね。新型 FFM においても先行形態は同様の形が取られたが、企画提案に参加を行ったのは三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社のみとなり、ここでも全社が主契約者の座を獲得し、後者は下請け事業者となったぜ。ジャパンマリンユナイテッド社といえば、今まさに航空母艦化改修の渦中にあるヘリコプター搭載護衛艦艦種記号 DDH の出雲型2隻を、建造した実績を持つことでもよく知られているが、日本の護衛艦の建造は今やこの2社しか受け負えないとも言えるな。こうした状況は日本の防衛産業全体を俯瞰してみた場合には、選択肢が減少してしまうという由々しき事態ではあると思えるが、特殊な産業でもあるため、建造に実績を要求することは避けられず、今後も新規参入は困難だろうね。新型 FFM は防衛予算上では2024年度分から2028年度分までの5年間で12隻を建造することとなっており、主契約者である三菱重工業者が8隻、下請け事業者であるジャパンマリンユナイテッド社が4隻を受け持つ予定だと目されているよ。初年度の2024年の防衛予算案では新型 FFM の建造費用としては、2隻で1747億円1隻あたりではおよそ873億円が盛り込まれており、これは最上型護衛艦が1隻あたりおよそ470億円ほどであったことに比してかなり増加したようにも見えるんだ。ただしこうした背景には世界的な物価高騰の基調など経済的な状況を反映したであろうことや、当初より紙幣層のマーク、41VLS の32セルの取得を含む可能性もあり、一概に金額のみを取り出して論じることには意味は薄いかもしれないな。ちなみに最新型の汎用護衛艦艦種記号 DD の旭方の場合、基準排水量で5100トン、満載排水量で6800トン、全長 151.0 メートル、最大幅 18.34 メートルの艦隊にマーク。41VLS の32セルを搭載、その建造費はおよそ700億円と近似値ではあるぜ。新型 FFM の場合、
規模的にも兵装的にもベースである最上型よりもこの旭方護衛艦に近いものが感じられ、建造費も含めその用途もそれに近い、いわば FFG ミサイルフリゲートとみなす声も聞かれるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。